界のウェブサイトや SNS で日本語の漢字の読み方が難しすぎるということが話題になっていましたのでご紹介します。3月1日は日曜日で祝日、晴れの日でした。上記は日本語を母国語とし、ある程度の年齢に達している人間であればほぼ全ての人が読むことができる文章ではないかと思われます。しかしツイッターユーザーの佐野美信さんによると、文中に登場する漢字の日はどれも読み方が異なっているため、海外の日本語学校では長難問になるそうです。実際に日本語を学ぶ外国人にとっては混乱をきたす文章であるようで、関連投稿には海外から日本語の難しさにおののく声が続出していましたので、その一部をご紹介します。今回の動画の関連情報は下の説明文内のリンクからご覧ください。